はい、レオンです。今回ね、久しぶりに Amazon の方で購入したんだけど、これあの Apple Watch Ultra Chrome 49mm のね、シリコンクリアカバー2枚セットのね、開封&商品紹介に実際にこのハロウォッチ3プラス2024の本体にね、装着のをやってみたいと思います。これ一覧表を見せてるのは、これ最後の1個だったみたいでね、あの商品ページに移動しても、この商品はもう見れないんで、これは999円ってなってるんだけど、2個入ってるんですよ。これね、ヤフオク、メルカリ、ペイペイフリマとかで見てもこれ同じパッケージのやつ出品してるのがあるんだけど、1個のやつばっかりなんですよ。これなんか2個入ってるのよね、ちょっと珍しいなと思って、一応買ったんだけどね、こういうの、あ、これと同じのやつは買ってないんだけどね、これちょっと紹介したいと思います。ちょっとまだ開けてないんでね、ちょっと装着できると思うんだけど、前に2個セット買って、あのカバーのやつ、あれは PC 素材だったんだけど、あれはちょっと入る、残念ながらね入らなかったんで、あれどこに置いたかな、あ、あるな、これね、これ買ったんだけど2個セットのやつ入らなかったから2個入ってるんですよね、なぜかこれって。で、なぜかフィルムにいつもついてるこの、これなんかお礼状みたいな保証カードって書いてますね。で、これがついてるんですよ、シールとかこのウェット&ドライのやつがついてるんですよ。パッケージはこういう感じで、でちょっと開けていくんだけど、これはこういう感じになってますね、こういう感じで、こうやってちゃんと穴もこうやって、多分これあの TPU 素材ですね、柔らかいんで、iPhone とかの、要するにスマホの手帳型にの本体装着する側の縁の部分、あれ TPU 素材なんで、あれと同じやつの素材を使われてるみたいなんでね、こういった感じで、これ2個で990円って安いよな、500円以下っていうことだからね、1個あたり。これ実際にちょっと装着できるかちょっと試してみようか。これはこうやってで、あ、バンド外さなくても多分見てるのかな、ちょっと試してみよう。これがこうだからできそうっすね、なんかね、壁紙はこの俺の大好きな綾瀬はるかにしてるんだけど、これ若い時のですね、20代の頃の、これはできないのかな、ちょっとやってみて、ダメそうだったらバンドこれ外さないといけないですね。こっから引っ掛けてできるかな、今立ってやってたからちょっと座ってやってみない、ちょっとやりにくいんで、こっから先入れないとダメですよね、やっぱりね、ダイヤルクロームあたりから、これ外さんと難しいですかね、できたら外さないでできればいいんだけど、こうやってここを引っ掛けて
そうな感じもするんだけど、ちょっとやりにくいよな、なんかやりにくいな。一旦消した方がいいですかね。シャットダウンにして、ちょっとこれで拭いとこう。ちょっとゴミが入ってる。これも汚れてるのかな。軽く拭いといた方が。これではめてみるか。ここの横を先に入れた方がいいかもしれない。これちょっと伸びるからね、素材が柔らかいから。こういう感じでここを先に入れた方がいいのかな。これバンド外さんとやりにくいかもしれんな。あ、これバンド外さんと無理っぽいな、なんか多分外さんでできればいいけど、ちょっと難しいね。なんかできるっぽいけど、ちょっと厳しいね。やっぱ外した方がいいですね。外さないとちょっとやりにくいみたいな感じ。何分？7分。外して、やっぱ外した方がやりやすいね。なんかこうやってきれないと思うんだけど。あ、できそう。なんかちょっとなんかゴミが入るんだよな、こうやって装着してるときに。なんかちょっと難しいな。こっからはめるっていうパターンもあるのか。こっからだよな、大体。こうやって。ちょっと硬いからね、難しいね。できそうだ。よしよし。まだか。これが綺麗に入らないと。あ、こうちょっと上げれば。あ、いけた。よしよし。こういう感じ。オッケー。いいね。あのタッチ感操作もタッチ感度もオッケー。いいっしょ。
綺麗だね。これを実際ね、バンドちょっとはめて、終わりたいと思います。ちゃんとバンドも、あ、ちょっとバンドの方がちょっと、この通すところがちょっとずれてる。あ、こうだ、今だ。OK。で、穴の方もぴったりなんで、こうやって。回しやすいですね。OK だね。OK。OK、OK。OK。で、ここも、ボタンも。押しやすい。OK。はい、以上ですね。この出しとこか。シールもついてたっていうことで、シールとこの今回ね、Amazon で購入したこのアップルウォッチウルトラクローン49ミリ用のね、クリア TPU、TPU 素材のクリアカバー2個セットのね、開封&商品紹介に、実際にね、ハローウォッチ3プラス2024の本体にね、装着の方をね、やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。ちょっとまだ買ってるやつがあるからね、紹介していくんでね。はい、失礼します。ちょっともうちょいここだな。こういう感じで綺麗に装着できました。こういう感じで、はい、ちょっと反射してるな。はい、失礼します。